自分にしかできないことってある。おこちゃますぎるな。せめてねえよ先ほどからずっと社会貢献社会貢献ってずっと言ってて、多分そこの部分が一番アバウトなのかなって今思ってるんですけど、小さい頃からボランティアに関わることが多くて、最初はただただその自分がしたことで誰かが喜んでくれるのが嬉しい。で、高校の授業の中でソーシャルビジネスっていう言葉を知って、でその行政の手の届かない部分にビジネスの持つスピードだったり継続力だったりがすごく有効であるっていうことを知って、自分にしかできないことってあるんじゃないかなっていうふうに考えました。田村さん、まだちょっとおこちゃますぎるな。ずっと聞いてて、はい、全ての言葉にまあなんかが抽象的で、まあ、誰でも言えてそんな言葉って、でなんかボランティアって言えば言うほど多分この人たち引いてくよ。ボランティアが悪いわけじゃないんだよ、はい、でもあなたはずっと善と悪みたいな言い方してて、だからまるでビジネスが悪でボランティア素敵で、でもお金を儲けなきゃいけないからこれとこれの融合された社会起業家が、あ、こんなものがあるんだ最高って言ってるように聞こえるんですよ。はい、違いますか。でも本当にそう思ってませんか。違うよ。はい、うん、だから多分ね、詐欺とかそういうの以外は全部が社会起業なんだよね僕らって。いや、塾もそうだし、この令和の虎っていうのも社会起業だと思うんだよね。みんな多かれ少なかれ社会起業 で、あなたがやりたいのはその社会貢献性の強いの割合が大きいものをやりたいっていう気持ちがあるわけだよね。でそれがまだ林業とかっていう、まあ、アイデアが1個、まあ、か2個かしかないわけじゃないですか。でそれをまあ拾いに行きたいわけなんですけど、じゃあそれを拾いに行く場所が今回、まあ、なんでここなのっていうところがまたつながってないから、はい、もうみんなちょっとポカンってしちゃうし、はい、もう岩井さんからしたらやっぱりそのボランティアを押されてもそれ意味ない。さっきも言ったけどね、そのもう利益が上がることが社会企業なわけじゃないですか。ボランティアって気持ちはねみんなハッピーになりますけど、人件費的にはマイナスですよね。はい、だからそれじゃ利益上がってないですよね。はい、そうだからそこをもうちょっと具体的にしないとわかんね。そう、全部家庭とか自分のお金だけで大学賄えるっていうことだったらいいのね。その大学の4年間で時間をかけて自分に一番向く仕事を見つけるっていう、あなたが今言ってることでそうだねって頑張りなって終わりなのが、ここってお金を出してもらいに来てるじゃないですか。はい、だったら他の人のように私はこういう仕事で社会企業家としてやっていきたいんですっていう具体的なことを持ってこなければイメージ湧かないじゃないですか。はい、それが湧かないのにそれは大学4年間の中で考えますって言われて、どうしてこの人たちがそれに期待してこうやって何十万かのお金を詰めるんだっていう話なんですよ。はい、そこだけなんですよ違いは。だから僕からすると高校生の甘い考えだけで実践何にもできてなくて夢だけで生きてるなっていうふうにしか思えないんだよね。はい、ちょっと劣勢なんですが10万円出します。ありがとうございます。その心は、全然ダメです今のままだと、はい、なんですけど、あなたのいいところはまっすぐさだと思います。ちょっとこのままだと岩井社長細井さんみんなに押されてちょっと言葉通ぐんじゃんじゃないかなと思って僕は応援してるような気持ちで10万円出させてもらいました。なんか僕ら2人はいつもなんかそうなんですよね攻めれば攻めるほど頭の中真っ白になっちゃうと思うんですよ。だから一回ちょっとフラットに考えて、いやていうか、はい、ごめんね悪いけどあなた言い返したいけど、はい、俺攻めてねえよ、はい、全然、はい、いや攻めてるつもり全然ないですよ、はい、オールにするために言ってるんですよ、はい、今のままじゃダメだから、はい、それがちょいっとだけ人より言葉が荒いだけ。僕はね、はい、成功してるわけですよ、ね、うん、さっ前の志願者の時も令和の裏で、はい、岩井社長にあんなに近くでワイヤー言われたらどうやって言われたけど、いや言わなきゃいけないから言ってるだけなんだ。はい、ね、言われたから出したじゃん成功成功。あ、まあそうですね、はい、田村さんは、はい、なんで落ち着いて一回ちょっと深呼吸して、はい、でそのつながりですね、その今後のやりたいことと大学での学びのつながりをちょっと考えて